愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオなんですけども、皆さん聞いてくれますか？聞いてますよね。ありがとうございます、いつも。すいません、本当に申し訳ないんですけど、今週スタートちょっと愚痴から始まってもいいですか？すいません。何の愚痴かっていうと、 Google さんへの愚痴なんですけど。怒られるかな。いや、何かっていうとさ、まあこのねダラダラジオ聞いてくださってるんで、結構ダラダラジオって毎週聞いてくださってる方が結構多いんで、まああのね、聞いたって方もいると思うんですけど、先々週のダラダラジオ、先週じゃなくて先々週ね、サムネイルがあなたに気持ちはわからないっていう、その否定的な意見があっても発信し続ける理由みたいなタイトルでね投稿したやつなんですよ。あの収益化外されたんです、あれ。Google さん、あれ収益化外されてたんですけど。あのね、そのもうちょっと前にいじめかなんかのテーマで話した時があったんだよ。で、あれはもう外されると思った。なぜかっていうと、今 YouTube でいじめっていうテーマはほぼ 100% っていうぐらいに外れるんですよってなってて、そう、まあセンシティブな内容だからね、まあそれはしょうがないと思った。うん、そう思ったし。でさ、ちょっと裏事情だからあんま言うと怒られるかもしれないんだけど、 YouTube って動画投稿するときに、例えばそういうね、議論を呼ぶ内容じゃないですかって、良くない内容じゃないですか、チェック項目があるの、ちゃんと。で、自己申告するので、いや、そんなことないですよ、ちゃんとした安全で健全な動画ですよみたいな感じでチェックして投稿するわけなんですけど、その先々週のやつ、まあ、あなたに気持ちはわからないってやつね、俺にとっては普通の話だったから、まあ、投稿したわけよ。そしたら、いや待ちなさいと、あなたは自己申告で大丈夫とおっしゃってましたが、これはそういう内容ですよね、引っかかりますよねっていうのが来て、ちょっとこう、良くないよってなったんです。で、収益化発されたんです。いや、別に収益化に関しては俺一本の動画の再生数多くないから、別に一本発されても別にそれでね、その毎月をもらえるお金がやばいよとはならないから全然構わないんだけども、いやいやいや、これに関してはさ、そういう理由で内容で外されるのはちょっと納得いかんっていうところ。うむ。まあ実はね、ダラダラジオ収益化されること非常に多いんですよ。俺のコンテンツの中で一番多いのがダラダラジオなんですね。だからなんだかなって、ちょっとみんな聞いてよっていう愚痴から、ごめんなさいね、ありがとうございます。まあまあ、そんなことが分かっていてもブレずにずんずんどんどん話していくんだけど、これからも今週も怪しいかもね、ちょっとね。で、今週タイトルがネガティブはポジティブに変われるのかっていう、ネガティブっていうワードまた怪しいんだけどさ、まあ、そんなテーマで話していきます。で、これはね、まあ、うちは、一応数字上で言うと、10代の方の視聴者多そうに見えるでしょ。みんな多分、まあ、10代のね授業動画撮ってるからさ、多いと思うかもしれないんだけど、実は 50% しかいないんですよ、10代って。で、20歳以上が 50%、まあ、もちろんこれは保護者の方のアカウントで見てる学生もいらっしゃるから、そこはもうこう絶対的に信じていい数字ではないんだけれど、結構ねそこはバラバラなのよ。でもやっぱ10代の方が多いから、10代って思春期だからさ、みんなねやっぱ悩むじゃんか、いろんなことに。そうで、俺らみたいにさ、もうちょっとこう年齢いってるとさ、まあ、そんなことでも悩まんでも大丈夫やねみたいなことで思うこともあるんだけど、でもやっぱ悩むじゃん。俺もそうだったし、めっちゃ悩んでたからね。で、いろんな悩みがこう聞いてて、で、俺もともと、まあ、今もちょっとそうだけど、めちゃくちゃネガティブだったの。もうめちゃくちゃよ、ほんとすごいネガティブで、ポジティブのポの字もないわ、そう、ポの丸もないよ本当に、ってぐらいにネガティブだったんだけど、今はだいぶ変わったと思ってる。そう、自分のさ、ネガティブ度合いって自分が一番わかるじゃん。そう、だからこそすげえ変わったなって思うわけで、それを話すと、どう変わったんですかってたまに聞かれるんよ。自分のネガティブ変えたいんですけどみたいな。で、まあ、俺は心理学の先生ではないから、まあ、心理学が正しいのかな分かんないけど、そういう専門家じゃないからさ、これをやれば絶対的に大丈夫だよみたいなことは言えないんだけれど、でも、まあ、自分が実践してきた中でこれはやってよかったなって思うものがいくつかあるんだよね。そう、で、それちょっとまあ共有したいということで今回話してます。まあ、でも前話してる内容も被るから聞いたことあるなってこともあるかもしれないんだけど、まず手頃なとこで言うと、俺は毎朝鏡に映った自分がいるじゃん、顔洗う時とか映るじゃん自分が、その時にお前は運がいいから大丈夫だよっていうのは本当に口に出して言ってたからね。そのシーン誰かに見られるとちょっと恥ずかしいかもしれんけど、お前は運がいいって言い続けた自分にもうめちゃくちゃ暗示をかけようと、言い聞かせて勘違いさせようと思って、
俺すごく思い込みが激しいのは自分で自覚があるの。そうだからこそそれをポジティブな方の思い込みさせたら強いんじゃないかなって。で本当はさ最初ね、お前は力があるから大丈夫みたいな、お前なら大丈夫みたいなことを言いたかったんだけど、それはねちょっと俺無理だったのよ。もともと周りと比べてね、いろんな人と比べてもう自分って本当に何もないと思ってた。もう才能もないし、輝けるものもないし、秀でてるものもないっていう、全部中途半端俺ってすっごく思ってた。特に中学の時ね思ってて、そうでもあだからお前は力があるから大丈夫っていうのは自分の中で否定できちゃったんだよね。いやそんなことねえしって、だってあいつと比べたら全然ダメじゃんみたいな言えちゃうから、上げ足を取れちゃう、じゃあダメだなって思って。でも、まあ、俺運っていうものをすごく信じてる人なんだけど、当時からね、運がいいだったら、でもまあさ、いや俺運が良くねえしって言えるかもしんないけど、でも誰かと比べてみたいな具体的なさ、その武器は持ってないから、その力があるよりは受け取りやすかったな自分の中で。だからこれでいこうって思って、だからもう毎日お前運がいいから大丈夫だよって、お前は運がいいんだっていうのをすごい言い聞かせたのね。だからそのおかげで俺本当に誰よりも運がいいと思ってるもん。そう、そこはね揺るがないのよね。すごい勘違いかもしれないけど、でも運がいいと思うよ俺。そう、って思って。でこれは別に運がいいを真似しろってわけじゃないんだけど、ポジティブな言葉を自分にかけてあげるってなかなかしないんだよね。意図しなかったらしないと思うよ。無意識には出てこない、ほとんどの方が、特に悩んでる方はね。でそれを鏡に映ってる自分に言ってやるっていうのはやっぱ強いと思ってて、みんなが勉強机に座って自分でねその場で言ってあげるのもいいかもしれない。でもそれは耳からの情報しか入ってこないでしょ。でも鏡で言ったら運がいいって言ってる自分の姿も確認できるんだよね。そうだからぜひね、まあ、自分に言ってあげる言葉はみんなに任せるんだけども、ポジティブな言葉を自分に言ってあげるっていうのは誰でもできる、手頃だから、やってみるといいと思う。やってみるといいよ。ぜひ参考にしてください。でもう一個ね、まあこれいっぱいあるんだけど、もう一個伝えておきたいのが、さっき言ったさ、俺誰かと比べてるって話をしたじゃんか。でこれ気づいた、あの時に。これさ、例えばサッカーが上手いやつがいるじゃんか。でそこ比べんだよ、であいつサッカーすげえな、俺サッカーできないのにって。これってあの子とあの子が得意なサッカーっていう分野だけで戦ってんだよね。でそしたらこの違うやつと、あいつはギターが弾けるっつって、でギターうまいすげえな、俺楽器も弾いたことだ、触ったこともねえのにすげえよなって、もうダメだな俺はって、あいつが得意なギターで戦ってんだよね。周りと比べた時に向こうが得意な種目で全部戦おうとしてるわけで、そうすると何を勘違いするかって、自分は何もできないって思うんだよね。そうで、どんどんへこんでいっちゃってたわけ。でもある時それを気づいたよ、違う、おかしいと戦ってる種目なんでそっちの得意分野だけ戦ってんのって。確かに俺は別に何も練習してなかったし、秀でてるものがなかったのは事実なんだよね。そうだけども、なんかそれを得意な分野だけで比べて、そのあの子 A 君とはこの種目で負けました、 B さんとはこの種目で負けました、 C さんとはこの種目で戦って負けましたって、いやなんか不公平なことしてんな自分にって思った。これは自分に対して運がいいって言い続けて、まあ、自分にちょっと優しくなってくるわけで、客観的にも見るから、その時にネガティブな思い込みをした瞬間にちょっと待てと思うことができるようになったのね。でそこで感じて、ああこれはおかしいと。そうだから俺よくその人と比べてね、人と比べて得るものは、そのゲットできるものね、得るものは優しくないっていう言葉が好きなの。人と比べて得るものは優しくないって、これは何かを冷えてる人と比べた時には自分が自己嫌悪で落ち込んでいくでしょ。でこれ自分より劣ってる人、つまり誰かと比べてあいつの方が勉強してないからまだ大丈夫だよみたいな感じ、それも自分のより下だと思ってる人間と比べて得るものっていらない優越感と安心感なんでね、何もいいことがないそれに関しても。だから基本的に人と比べて得られるものはよくね、優しくないし、いいことはないって思ってる。それでもライバルみたいなね、あいつには負けたくねえ、仲がいいんだけどライバルみたいな、そんなじゃん、そのよくアニメとかであるような、ね、関係よ、あれはすごくいいと思う。そういうのは比べてもね、いい、比べていい関係はあるんだけども、基本的に悩んでる時っていうのは比べていて、デメリットが多い比べ方をしてる方が絶対的に多いから、そこは気をつけた方がいい。そこは意識しないと多分変わらないよ。無意識のうちには絶対に得意種目で負けてるから向こうの、と思います。そうだからそこでもちろん、今のねこれ聞いてくださってるみんなが当時の俺みたいに何か一つのものこれってものが見つかってないかもしれない。それはいいんだって。
だって見つかってる人の方が少ないんだから、それに関しては。でも周りと比べて自分なんてクソだダメだって思っちゃって塞ぎ込んじゃうとアンテナが立たなくなるから、せっかく何かね見つかるはずの、みんながね、みんながそのこれだって思うものが見つかるはずのアンテナが立たないから、見つからないよ一生閉じこもっちゃって。アンテナは立てておかなきゃダメです。ダメよ。そうじゃないとやっぱりいざって時にこう情報収集できなくなっちゃうからね。そうそうそう、だからいらない自己嫌悪とかがしないように、その2点かな。ひとまずは鏡に向かってポジティブな言葉を自分にかけてあげるっていうところと、人と比べてる時っていう、人と比べて得るものは優しくないね、いいことはないっていうことを前提に置いておく。無意識に比べてたらなんで相手の得意種目で比べてんだよっていうふうに思ってください。本当にいいかな。そういうふうに感じてもらえる中で、ちょっとずつちょっとずつ俺みたいに変われる人もいると思ってます。だって全員が変われるもん、それに関しては。そうだって、すげえ生意気なこと言うけど、俺はまあハイチって名前で活動してるんでね、ハイチの由来っていうのは1は本名に入ってるんだけど、歯は四つ葉の歯から取ってんの。それは俺自身もそうだし、俺と関わってくれる人、あとは俺の動画を使ってくれてるとか、俺の動画をね、このダラダラジオを聞いてくださってるみんなよにいいことがありますようにっていう願掛けでつけてるハイチなのね、名前としては。あのもうこれにこの動画聞いちゃってる時点でいいこと起こっちゃうから、みんな起こっちゃうんだよ、いいことは。大丈夫だよね。だからそういうふうに思って、少しでもね自分の人生が楽しい方に持っていけるって、みんなの力で持っていけるからっていうふうに思って過ごしてもらえたらと思います。はい、ということでね、すいません、ちょっと紹介じゃないや、最初があの愚痴から始まっちゃったんですけど、もうここの時間まで聞いてくださってるみんな、本当にありがとうございます。大好きですということでね、また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらの方もぜひ聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。